はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。さあ、ですね、今こんな感じで東京マルイの電動ガン M4A1 にですねフラッシュライトをつけてます。どうですかこれ、コンパクトでかっこよくないですか。まあ本当は4面レールのやつだったらこのサイドにつけたいところですけども、ちょっとこの M4 はノーマルのハンドガードでサイドにはつけらんないので今このハンドガードの下の部分につけてますけども、でもそれでもなんかちょっといい感じじゃありません。まあそんなね、今このつけているこのフラッシュライト、今回はですねこちらの紹介をしていきたいと思います。さあというわけで、今ねここについてるこのフラッシュライトなんですけども、はい、こちらですね、はい、こちらですねウォータックというメーカーの A1S というフラッシュライトになります。パッケージに書かれておりますけども、スルーナイトからの技術提供を受けて作られている製品になります。ですので、このフラッシュライト本体もスルーナイトのものに非常によく似ているかと思います。で、この製品のまず付属品なんですけども、取扱説明書。こちらですね、日本語でちゃんと書かれております。交換用のオーリング、バッテリー充電用のマイクロ USB ケーブル、そしてポケットとかに引っ掛けられるようにするフック。はい、付属品は以上で本体がこちらですね。で、バッテリーなんですけども、バッテリーは、はい、こちら。フラッシュライトではおなじみの18650バッテリー1本です。で、このバッテリーですね、ちょっと変わっておりまして、はい、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、こちら。マイクロ USB 端子がついております。まあ、通常であればですね、これを充電するにはバッテリーチャージャーとかに挿さないといけないんですけども、この製品の場合、こんな感じでマイクロ USB ケーブルを直接ですね、バッテリーに挿して、これで充電することが可能です。まあ、ですので外で使ってる時にですね、専用のバッテリーチャージャーがなくてもモバイルバッテリーがあれば、バッテリーを充電することができるという、まあ、非常に便利なバッテリーですね。はい、本体を近くで見るとこんな感じです。ボディはですね当然ながら金属製です。で、表面の塗装もしっかりしていますので、なんか安っぽい感じとかそういうのは一切ないですね。で、このヘッドの部分には放熱用のこの凹凸がありまして、で、グリップの部分とこの後ろのキャップの部分にはチェッカリングが入ってます。スイッチはこの後ろの部分のボタンを押します。そしてモードの切り替えはこの本体側面のボタンですね。はい、それではですね、実際に外で使ってきましたので、その時の映像をご覧ください。はい、それではですね、実際に屋外で使ってみたいと思います。まあちょっとあのカメラのレンズを通してだと肉眼で見るのとは違うと思いますので、まあですのであの参考程度にしていただければなと思います。では、まずは一番暗いモード。この商品はですね、一番暗いのでも結構明るいですね。もう普通にちょっと暗いとこを歩くのに足元照らすのにはちょうどいいぐらいの明るさがあります。で、次の明るさ、はい、これでね結構明るくなりました。まあ3メーターぐらい先かな、そのぐらいを照らしてますけども、まあ結構明るいですね。普段使いするならおそらくこのぐらいの明るさで十分じゃないかと思います。では、次の明るさ、はい、かなり明るいですね。で、ちょっとこれカメラを通すとですね、この中心のスポットの部分が結構強く見えますけども、実際肉眼で見るとですね、そんなにきつくないです。で、今10メートルぐらい先の木を照らしてますけども、まあ、こんな感じですね。では最大の明るさにしてみましょう。はい、これが一番明るいモードです。まあ、非常に明るいですね。このコンパクトなサイズのライトでこの明るさっていうのは非常に明るいと思います。で、先ほどと同じように10メートルぐらい先の木を照らすとこんな感じです。さっきと全然違いますね。で、ちなみにですね、こんな感じで SOS モードもついております。そしてさらに長押しで点滅するストロボモードも搭載しております。はい、まああんな感じでですね、このライト最大の明るさが1150ルーメンとなっておりますので、まあ、非常にコンパクトなライトなんですけども、こう明るく照らすことができますね。まあ、このライトですね、コンパクトでさらに非常に明るいということで、まあいろいろですね、使い道はあると思いますよ。もちろんハイキングだとかキャンプだとかね、そういったもので使うのもいいでしょうし、あとは自転車のライトとしても良さそうですよね。まあそれとか、あの冒頭でやりましたけども、こんな感じで電動ガンにマウントしても、まあこのぐらいのサイズだったら許容範囲だと思いますので、こんな感じで電動ガンにつけてサバイバルゲームで使ってもいいんじゃないかなと思いますけども、ただサバゲで使うのであれば最大のね1150ルーメンで使うのはやめた方がいいですね。てかダメですね、それで人に向けちゃうとやばいんで。まあちょっと明るさをね抑えめにして、その状態で運用すればまあ大丈夫だと思いますので、まあこんな感じで電動ガンにマウントしても結構かっこいい一本なんじゃないかなと、私は思います。
で、今回のこのライトの値段なんですけども、現在 Amazon で3895円でこの本体とバッテリーセットで販売されております。まあ結構ね安めなんですよ。4000円しない3000円台で金属製のボディで、そんでもって1000ルーメン超えの明るさのコンパクトなライトが手に入るということでですね、まあこれは、非常にコスパのいいライトなんじゃないかなと、私は思います。キャンプで使ったり自転車のライトとして使ったり、そしてこう銃のドレスアップなんかにもいいんじゃないかなと思いますので、安くて明るいライトを探している方は、ちょっと候補に入れてみてはいかがでしょうか。それではじゃあな。